本日のお悩み相談はこちら。最近何日かにわたって職場が酒臭かったんです。ついには犯人探しが始まってしまって、このままじゃ僕の犯行がバレるのも時間の問題です。助けてください。なるほど、では冷蔵庫を覗いてみてください。冷蔵庫なんかに一体何が？ああ、牡蠣が入ってました。その牡蠣を使って絶対にお酒を飲みたくならない朝ごはんを作るのです。禁酒をすれば世界が変わる健康促進料理チャンネル、ささみキッチン始まるよ。最近なんだかあったかいですよね。春がやってくるんでしょうか。まあ、というわけで牡蠣の季節が終わってしまう前にアヒージョにして胃袋にぶち込んでいきましょう。だいたい1人分でしたら6個から7個ほどあれば十分ですかね。で、牡蠣は必ず加熱用を用意してください。生食用を使ってしまうと加熱した際にギュッと縮こまってしまって、ちょっと悲しい気分になってしまいます。そしてまずは牡蠣を掃除していくんですが、これがまた結構汚れてるんですよね。まあ、ですのでそこへ片栗粉と水を優しく絡めるようにわちゃ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 させて、どんどん汚れを吸い取っていってもらいましょう。牡蠣をぐちゃっと潰してしまわないように優しく扱ってください。そうしますとこんな感じに、ほらめっちゃ汚いんですよね。まるでお前らの心のようだな。あとは水を使って優しく洗い流してください。しっかりと汚れを洗い流しましたら、あとはペーパーを使って水気を取り除いておきましょう。まあ、ちょいと面倒かもしれませんが、ほぼほぼここが一番面倒くさい場所だと思いますんで、プリッとツヤツヤな牡蠣を目指して頑張っていきましょう。さあ、表面の水分を取り除きましたら、下味も兼ねて少し塩を振っておきます。軽く脱水することによって牡蠣の味もギュッと凝縮されますね。そしてお家にあれば少し香り付けでタイムもまぶしまして、あとはラップをして冷蔵庫でちょっと休ませておきましょう。で、その間に他の具材の用意ですね。まあ具材と言っても今回はこんな感じでとってもシンプルです。ネギやニンニクっていうのは臭み消しに使われることも多いんで、万が一体が酒臭くなったとしてもこいつらがあれば大体なんとかなります。ネギは白い部分をゴロッと一口サイズにカットしまして、ニンニクは半分にパカッと割って皮を剥いておきましょう。で、鷹の爪は種がバチクソに辛いんでしっかりと抜いておいてください。さあ、こっからはもうちょっぱやで作っていきますね。まあ一人分なんでちょっと小さめなフライパンを用意しまして、そいつを中火で温めていきます。しっかりと温まったところへ少しオリーブオイルをひいて、まずはネギとニンニクを焼いていきましょう。まあ個人的なあれなんですけど、ネギって結構ガッツリと焼き色がついてる方が好みなんですよね。まあただ最初から油に突っ込んで煮込んでもなかなか色っていうのはついてくれませんので、まあ、こうやって最初にガッツリと色をつけてから油でグツグツしようかなって感じです。両面しっかりこんがりと焼けたら OK ですね。そうしましたら一旦火を消しまして、少しオリーブオイルを投入します。こうあんまり熱々なところへ牡蠣を投入してしまうとバチバチに弾けてギュッと縮まってしまいますので、オリーブオイルを使ってちょい温度を落ち着かせてから入れていくのがおすすめですね。もう牡蠣っていうのは下処理から加熱までとりあえず優しく扱っていくっていうのが大切になってくると思います。さあ、ギッチギチに詰め込みましたら、そこへさらにオリーブオイルを投入しましょう。まああんまり入れすぎないように具材の頭がちょっと出るぐらいには抑えておきましょう。足りないなと思ったら後から全然追加してもらって大丈夫です。あとはそこへ鷹の爪も入れまして、弱火にかけてじっくりと煮込んでいきましょう。まあグツグツしてきてからだいたい7分くらいを目安に加熱してあげると、牡蠣にもいい感じにプリッと火が入ります。こうたまにくるっと裏表返してやってください。まあ、そして下味もついてますし、牡蠣自体が結構塩気がありますんで大丈夫だとは思うんですが、足りなさそうでしたらちょっと塩加減は調節してやってください。で、仕上げに香り付けでバターと少し醤油、旨味増強でパプリカパウダーや粗く刻んだイタリアンパセリとかを突っ込んで、最後にちょっと強めにグツッと煮立たせてあげれば、胃袋に響く凄まじい香り、牡蠣とネギを使ったアヒージョの完成です。いやー、部屋の匂いがとんでもないことになりますからね。まあバケットに乗せてももちろん最高ですし、米に乗せても最高です。余った油でおかわりしたりパスタを作っちゃったりしちゃいましょう。では今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価ボタンをご利用し、それはお酒かな。いえ、水です。黙れ。はい。